おはようございます。今日は庄川に来ています。ここは富山県と岐阜県の県境あたりになります。今日はここから海を目指していきます。これは鯉でしょうか。ゆったりと湖のような川を泳いでいる様子が見えますね。このような小さな滝のような川がいつも川に合流していました。こちらは日野河原橋というところなんですが、国道156号線の橋になります。少し下流にダムがありますので、湖のようになっています。この辺はほとんど波もなく水面が穏やかですので、ちょうど鏡のようになって空の景色が映っている様子が見られます。この辺は五箇山の合掌造りの集落がいくつかありまして、そのうちの一つが見えています。奥側に流れているのが庄川です。細島橋の下に来ています。ここはちょうどダムの手前で入り江のようになっているところなんですが、橋が入り江の上にかかっているようなところです。ここでも魚が泳いでいる様子が見えますが、これは何でしょうね。
先ほどの地点からダムを過ぎて太平橋というところに来ているのですが、ダムを過ぎると川の雰囲気がかなり変わってきます。この辺はしばらく渓谷が続きますので、谷間を川が流れているという状況が多いと思います。大渡橋に来ています。ここも美しい景色が楽しめるところです。この川は渓谷を抜けるまでにダムが10個以上はあったように思われます。ダムばかりというイメージですね。少し下流に行きまして、掛け足谷橋というところなんですが、こちらは結構落差のある小さな川ですけど、滝が続いてまして、この橋はこの小さな川の橋でして、この下流側に昭和川があります。小牧ダムに来ました。ここのダムは中に入れそうですので、これから行ってみたいと思います。ダムの中の方まで来まして、こちらが上流側になります。こちらすごい高さがありまして、私以前にも申し上げたと思いますけど、高所恐怖症ですごい高いところが苦手なんです。足場の5段目は立つことができません。これを撮影しているときはかなり恐怖を感じて撮影しておりました。さらに下流、水記念公園というところがあります。ここもダムになっていまして、なんか手前にちょっと変わった川の流れがあります。公園の中には何やら目の回りそうな噴水もありました。
今日の食事ですが、生姜といえば鮎ということで、今日は鮎を食べに来ました。鮎定食を注文したんですが、一つを天然物にしてくれるということで、天然物一つと養殖物一つになります。これご飯はちょっと固めに炊いたご飯、ちょっとぬかの香りがする感じですかね。あと漬物はぬか漬けでしょうか。甘い感じの大根と上の葉っぱの部分が緑の方ですかね。ちょっと苦味が効いてます。味噌汁はわかめと豆腐ですね。あとはご飯の上が小アジの南蛮漬けの辛くないのに、上がかぼちゃそうめんでしょうか。あと隣が煮物が生麩と絹さやかぼちゃ里芋と豚肉で、柔らかくて味が染みててよく炊けてると思います。ちょっと薄味な感じですね。あとは、これはデザートが、柑橘系のものを寒天で固めて、上が生クリームですね。あとは、天ぷらはししとう、エビ、さつまいも、あと、まいたけでしょうか。あと、鮎の塩焼きは、奥側の小さい方が天然物で、手前の大きい方が、養殖の方ですね。この鮎の卵なんですけれども、ししゃもに例えると、カラフトししゃものプチプチした感じよりは、もうちょっとしっとりした感じで、粒も小さくて、かといって本ししゃもほどしっとりしてはいないですけど、その中間くらいで、非常に食べやすい卵だと思います。国道359号線の下に来ています。この日は平日ですが、鮎釣りの方が結構いらっしゃった感じですね。この日はかなり暑かったんですが、やはり川の水は冷たくて気持ちがいいです。先ほどより少し下流側に来ました。ここは高岡砺波スマートインター付近になります。川が枯れてるように見えるんですが、これは浅い地下を流れて、低いところでは水が現れるようです。北陸新幹線の橋の下あたりに来ています。
向こうに見えるコンクリートの橋が北陸新幹線です。こちらの鳥は小矢部川の時でも見かけた鳥なんですが、私これは水際の忍者と名付けました。何やら周りを物色して餌を狙っているようなんですが、何か食われました。鮎でも捕まえたんでしょうか。今回も見事な狩りの様子でした。鮎の風富山鉄道の鉄橋の真下に来ました。ここは8号線の下に来ています。ここはかなり下流の方まで来てるんですが、透明度が高いですね。富山の川は全体的に下流の方でも透明度が高くて綺麗な川が多いです。河口付近に来ました。まあ、見えてるのは鉄橋は路面電車の鉄橋ですね。高岡発路面電車の旅で乗車しました万葉線の鉄橋になります。路面電車が単独で鉄橋を走る姿は不思議な光景ですね。
この川は途中後半が黒っぽく見えたのはそのせいでしょうか。富山七大河川もいよいよ6本目が終わりまして、残すところあと1本となりました。また海を見ながら終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。